ロシアは最近、日本に対しても G 行動を頻発しているよね。経済制裁に対する報復と考えるのが妥当かもな。2022年3月11日に防衛省統合幕僚監部は、3月10日及び14日にロシア軍の艦艇が津軽海峡を通過したことを発表しているよね。やってることが中国と変わらなくなってきちゃった。まあ今に始まったことではないからね。さて今回はそんなロシア海軍が津軽海峡を相次いで航行していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。10日については、午前2時頃にウダロイ19駆逐艦1隻、ステレグシティ29フリゲート艦2万380型警備艦4隻、グリシャ級コルベット艦船124型小型対潜戦闘艦2隻の計7隻の戦闘艦のほか、補助艦艇として、補給艦1隻、潜水艦救難艦1隻、公用衛船1隻の計3隻を合わせて、合計10隻からなる艦隊が太平洋から日本海へ向かうために津軽海峡を通過したよ。続いて14日の朝にも宗谷海峡をロシア軍艦艇が航行していることを自衛隊が発見し、その内訳としては、キロ級通常動力型潜水艦3隻、ウダロイ級駆逐艦1隻、マーシャルネデリン級ミサイル観測支援艦1隻、公用衛船1隻、砕氷艦1隻の合計7隻だったみたい。このように3月に入って、ロシアのウクライナ侵攻に呼応するように日本周辺でのロシア軍の活動が活発化しているんだよね。その後、防衛省統合幕僚監部は3月11日に続いて、3月16日にもロシア軍が海峡を通過したことを発表したんだ。3月15日の午後8時頃に青森県の下北半島北東端にある尻屋崎の、東北東約 70km の海上をロシア海軍の艦艇が航行していることを海上自衛隊の P3C が確認しており、航行していたロシア海軍艦艇の内訳としては、アリゲーター4級戦車揚陸艦1隻と、ロプチャー1級戦車揚陸艦が1隻であり、その2隻は西の方角に向け航行していたみたい。翌日16日の午前7時頃には、シリア崎の東北東約 220km の海域を航行するロシア海軍艦艇を確認し、航行する艦艇の内訳としては、ロプチャー1級戦車揚陸艦1隻と、ロプチャー2級戦車揚陸艦の2隻が西に向かって航行しており、15日に確認された艦艇とは別のものだったんだって。海上自衛隊では度重なるロシア軍の海峡通過に対して警戒態勢を強化しており、青森県の八戸航空基地に所在する第2航空軍第2航空隊所属の P3C 哨戒機を警戒のために発進させ、青森県大港基地に所在する第7護衛隊所属の汎用護衛艦 DD120 シラヌイを急破して、警戒監視活動を実施したんだけど、15日及び16日の2日間で確認された4隻の揚陸艦は、全艦津軽海峡の航海上を航行した上で日本海へと航行していったとのことだよ。ちなみに今回警戒に当たった汎用護衛艦シラヌイは、最新鋭の朝日型汎用護衛艦の2番艦であり、シラヌイの名を冠した艦としては、旧海軍の東雲型駆逐艦シラヌイ、カゲロウ型駆逐艦シラヌイに続いて3代目だぜ。このシラヌイの言葉の意味としては夜間の海上に多くの光が点在し、揺らめいて見える海洋現象を指しており、第12代天皇である景行天皇が、熊本県の地方を訪問した時に見た情景に由来するという、歴史ある名前でもあるんだよな。シラヌイってかっこいい日本語だよね。心がくすぐられるよ。さて、話が脱線したけど、このロシア海軍艦艇による津軽海峡の通行が、あたかも日本を挑発するかのような行為であるとして、ネット上では SNS などで懸念や憤りの声が多く上がっており、中にはロシア海軍の通行を黙って許した日本政府に対して怒りの声を向ける内容もあったみたい。しかしながら、津軽海峡や宗谷海峡は国連海洋法条約にて国際海峡として定められているので、関係が悪化している国家の軍艦であっても、その軍艦が明確に日本を攻撃しようとしている場合でなければ、その軍艦の航行を日本が妨害することはできないことになっているぜ。そのため、自衛隊が国際海峡を通過している軍艦に対して行えるのは、その軍艦から見える範囲に護衛艦等の戦闘艦などを配置し、航行中の軍艦に対して心理的圧力を与えながら警戒監視活動を行う程度しかないんだ。このように数日間で多数のロシア海軍の軍艦が津軽海峡及び宗谷海峡を通過したんだけど、これは例年にはない活動であり、例年であればロシア海軍の太平洋艦隊は、流氷の少ないウラジオストク沖合の日本海において小規模な演習を行う程度だったんだ。しかし、今年はまだ流氷が多く漂っており航行するには危険を伴う。オホーツク海や千島列島の東側の太平洋上の海域で演習を行っており、これは例年にはない特異な活動であるといえ、日本としては警戒するに越したことはない事案なんだけど、
今回、ロシアの活動以外でも注目が集まる点があったよ。それは、航行するロシア海軍艦艇の艦隊の状態なんだ。艦隊の状態ってどういうこと？津軽海峡や宗谷海峡を通過したロシア海軍の各艦艇は当然、自衛隊による写真撮影が行われ、その画像が公開されたんだけど、どの艦艇も整備の状態がひどく悪いのではないかと思われるほど、その艦隊の塗装は劣化しており、錆が多くの箇所に浮いている状況だったみたい。グリシャ級コルベット艦は1960年代に就役した艦齢の古い艦種だから、ある程度の使い古された見た目をしているのはやむを得ないと思われるんだけど、ウダロイ級駆逐艦や最新鋭のステレブシティ2級フリゲート艦までが錆が目立つようになっている状況なのは、予算や人員面、技術面において整備が行き届いていない状況が蔓延しているのではないかと推察されるんだ。今回のロシア海軍による津軽宗谷領海峡の通過は、日本への軍事的圧力という効果よりもロシア海軍の劣化を内外に印象付ける結果になったと言えるかもな。ロシア海軍は、ロシアのウクライナ侵略の開始直前の1月20日にロシア周辺海域において、ロシア海軍が保有する戦闘艦や支援艦艇など140隻と海軍所属の作戦機60機、海兵1万人以上を動員し、大西洋、北海、地中海、太平洋などの各海域にて大規模な演習を実施予定であると発表していたんだけど、すでに1月20日の段階でロシア陸軍がウクライナ国境沿いに兵力を多数集結させており、それを察知した米国をはじめとする西側諸国やウクライナが警戒感をあらわにしていたんだ。そのため、ロシア海軍による大規模演習は、ロシアのウクライナ侵略作戦に呼応したものであるとの見方が強くあり、西側各国の軍事当局者は警戒を強めていたってわけ。実際、2月になるとロシア海軍の太平洋艦隊所属の駆逐艦やフリゲート艦などの24隻がオホーツク海や日本海などの日本周辺海域で演習を開始し、警戒監視中の海上自衛隊がその様子を確認していたからな。日本国内では、このロシア海軍の大規模演習に対して、ロシアのウクライナへの侵略作戦に呼応したものであるとの論評が軍事評論家を中心に論じられていたが、現在のところ、津軽宗谷領海峡を通過したロシア海軍所属艦艇に対して、強力な海上及び航空戦力を有する日本が強く脅威を感じるようなものは少なく、自分の戦力をよく熟知しているものと思われるロシア海軍も、自分の艦艇が日本に対して強い軍事的圧力となりうると考えているとは考えづらく、ロシア海軍としては、大規模演習の終了後、最短ルートで母港のウラジオストクに帰島するために日本の対馬宗谷領海峡を通過したのではないかとする見方も多く出ているぜ。しかしながら、そのような楽観論が多くを占める中にあって、詳細に通過した艦艇を分析したところ、通過した艦艇の中に存在したキロ級通常動力型潜水艦の3隻については、日本に対して十分に脅威をもたらす存在であるとの認識が広がったんだ。それは、今回航行していたキロ級潜水艦が、魚雷発射艦に巡航ミサイルカリブルを搭載し、発射可能なキロ級の改良発展型である636.3型と呼ばれる艦種ではないかとの見方が広がったからだね。潜水艦発射型巡航ミサイルであるカリブルについては、2022年1月に日本海で実施された実弾射撃演習において、発射地点より約 1000km 以上離れたカムチャッカ半島のハバロフスク周辺の海岸に設置された地上目標に対して、命中弾を記録したとロシア国防省が発表しているよ。そして、このカリブルを発射可能な 636.3 型については、ロシア海軍太平洋艦隊に同型艦が2隻ペトロバブロフスクカムチャツキーとボルホフ、2019年11月以降に配備されていることが確認されており、2021年10月にはさらに同型艦であるマガダンが就役し、太平洋艦隊に配備されたとされており、今回航行しているのを確認された3隻は、太平洋艦隊に配備された 636.3 型の3隻ではないかとされているんだ。カリブルについて詳しく。そうだね。カリブルについて詳細な性能を説明したいと思うよ。カリブルは米国が保有する巡航ミサイルであるトマホークに匹敵する射程距離と、巡航速度を有する長距離巡航ミサイルであり、発射プラットフォームとしては、地上発射型、水上艦発射型、潜水艦発射型など複数が存在し、潜水艦発射型については、533mm 魚雷発射艦から発射することが可能なんだ。水上艦発射型については、3S14UKSK 型 VLS より発射することが可能であり、すべての形式において、ミサイルの直径は 533mm とされているよ。カリブルが実戦で使用されたのは、2017年のシリア内戦においてであり、
この際は潜水艦発射型のカリブルが使用されており、全長 6.2 メートル、重量 1770 キログラム、弾頭重量 450 キログラム。弾種は榴弾、その射程は 670 キロメートル以上であることが確認されたんだ。この巡航ミサイルを運用可能な潜水艦が日本周辺に存在することは脅威であると言わざるを得ず、日本としてもその潜水艦の所在については常に目を光らせる必要があるだろうね。また、今回の大規模演習において、揚陸艦が4隻参加していたことから、ウクライナ侵略作戦のために増援として4000人程度の兵力を、極東から移動させているのではないかとの見方も存在するんだけど、さすがにこれは考えづらいものがあるね。千島列島に配備されているロシア軍地上部隊は約8000人ほどであると推定されているが、その戦力の半数程度であるとも言われる兵力をシベリア鉄道で1週間かけて輸送するというのは現実的ではないからな。ロシア軍がウクライナで苦戦していることはかなり高い確率で事実のようだが、極東から兵力を補充するよりももっと近い地域の兵力を移動させた方が平坦的にも効率的であるので、単純に揚陸演習に参加した兵員をウラジオストクへ帰還させるためだったのであろうと思われているぜ。このようにロシアのウクライナ侵攻が開始されて以降、日本周辺でもロシア海軍の動きが活発化しており、それに対して多くの日本人が不安に思っているよね。しかし、このロシア海軍の動きに過敏に反応することは、ロシアの思惑にうまく踊らされていると言わざるを得ず、日本としては冷静に推移を見守ることが肝要であるんじゃないかな。なぜなら、今回動きを見せているロシア海軍太平洋艦隊の戦力は、日本の海空自衛隊に及ぶものではなく、唯一脅威となり得る改良型のキロ級潜水艦についても、日本の対潜作戦能力の前では大きな脅威とはなり得ないからな。そうだね。そのため、ロシア海軍による大規模演習などの示威行動について、日本は粛々と監視及び情報収集に徹し、冷静な対応を行えば、日本に対しての軍事的圧力がとろうに終わり、ロシア海軍の稼働率の低い艦艇の稼働率をさらに低下することになったとして、ロシア海軍の意図をくじくことも可能となるのではないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。